はベトナムの公営放送局です。では次に戦争がエスカレートするロシア・ウクライナ関係についてロシア未来2人が希望したクリミア半島時の衝突をめぐりロシアとウクライナ双方とも戦争関係の強化を鮮明にしています。2014年にロシアがクリミア半島を併合して以降最悪の時代となっており、ヨーロッパ関係は再び一触即発の危機にあります。 FSB ロシア連邦保安局が10日ウクライナ南部クリミアでウクライナによるテロを阻止したと発表しました。 FSB によると今月6日から8日にかけてクリミアに入ろうとしたウクライナ軍の特殊部隊員らと複数回銃撃戦となり、ロシア側の2人が死亡したということです。またその際爆発物なども押収し未然にテロを阻止したと発表しました。ロシアのプーチン大統領はウクライナ国内の危機から国民の目をそらすために行われているとウクライナ側を非難しています。またプーチン氏はウクライナとの交渉を続ける意味がないとしてアメリカや欧州各国に対してウクライナに行動を改めるよう圧力をかけるべきだと呼びかけました。一方ウクライナ当局はロシア側の話は虚偽の情報だと反論し、ロシアの主張を全面否定しています。ウクライナのポロシェンコ大統領はロシアはこの事件を利用してウクライナを軍事威嚇しようとしていると非難しました。ロシアのプーチン大統領は軍や関係閣僚にクリミアの安全対策を強化するよう指示を出したのに対し、ウクライナのポロシェンコ大統領もクリミアとの境界付近などで国防体制を整えるよう指示し緊張が高まっています。こうした中ロシア国防省は11日からクリミア沖の国海で軍の兵士およそ400人と10隻以上の船それにヘリコプターが参加してテロ対策の訓練を始めたことを明らかにしました。訓練ではクリミアの軍港を拠点とする国海艦隊への破壊活動を想定し機雷の捜索や撤去の訓練が行われているということです。またロシア国防省は12日クリミア半島に最新鋭のロシア製対空ミサイルシステム S-400 を配備したと発表しました。そしてロシアのメドベージェフ首相は12日ウクライナとの国交断交の可能性について望んではいないが関係を回復する他の手段がない場合プーチン大統領にそうした手段を取る可能性があると述べました。こうした状況を受け国連の安全保障理事会は11日ウクライナの情勢に基づいて非公開の緊急会合を開きました。会合の後記者会見したウクライナの現地の国連大使はロシアとウクライナとの現在の状況を2008年に発生したロシアとグルジアの武力紛争につながった状況と比べウクライナに対するロシアの武力攻撃